こんんにちは清水藤枝応援おじさんです明治安田生命 J2 リーグ第41節11月4日の試合が終わった結果をですねこちらの先日までの動画にちょっと記入してあるんですが清水が大宮に4対0で勝利して。 勝ち点がよ73の特殊点差が44となっております。そして岩田が水戸に5対0で勝利して勝ち点72の特殊点差29となっております。東京ベルディさんはこれからですね、2時から今からまあ試合が始まる関係でまだこのような状況なんですけど、 とですね、まあ、栃木に勝利して、かして72に伸ばしてくるんじゃないのかなとそんな風に思ってますね、そんな甘くないですね、現実は。まあ、個人的には引き分け以下になってほしいところなんですけど、きっとこうなるでしょう。はい、はい、というわけで、自動小学区圏の J22 争いは最終節の第42節にもつれ込むこととなりました。清水エスパース 下2チームのことはもう置いといて自分たちがですね、水戸に勝てば自動昇格確定するんで、ぜひともですね、水戸さん相手によく戦っていく、勝ってもらいましょうか。勝ち点76に伸ばして確実に自動昇格を決めてしまいましょう。はい、ここからは、 まあ清水エスパルスサポーターの皆さんにサッカーのことがよく分かってないおじさんからのまあ提案をちょっと一つさせていただきたいと思うんですがまあこんなことを話せる立場じゃないんですけどまあその提案というのが最終節も前向きかつネガティブに試合に臨もうえ応援しよう観戦しようというですねそんな提案をしてみたいと思います。 まあデータとか知識に基づく話ではなく正直オカルト的というか原担ぎというか運とか月にまつわる話になってきますね。はい、でまずですね対戦相手の水戸さんなんですがなぜか上位陣と引き分けてるんですよな、ね。なぜかっていうとちょっと失礼かもしれないんですけど2月18日の清水土佐の試合はちょっと置いといて今季折り返してからの6月24日の町田 との戦いでは1対1対7月29日の東京ヴェルディー戦は0対010月8日の千葉戦で1対1と,1とですねまあこんな形で上位と引き分けてるんですよね、まあ、試合次の試合ですね必ず勝たなければならない試合で引き分けで終わってしまうこと自体がですね結構 こう脅威であったりですねもしますんで水戸さんのことをですね過大評価するぐらいですね手強い相手だと思っいた方がそういった意味でネガティブって書いてあるんですけどそういった相手だと思っいた方がいいと思います今節第41節で岩田が5対0で勝っていたからといって清水が同じように勝てるとはそんな簡単に行くとは思わない方がいいと思った方がいいと思いますね全く油断がならない相手だと思って臨むべきだと思います はい次にですね清水エスパルス岩田戦以降厳しく難しい戦いが予想されている時ほど勝てている印象があります皆さんが危機感や不安を抱えながら試合に臨んでいる時の方が結果が良かったりしますよねまあ、具体で言げれれば岩田戦はダービーでしかも6ポイントマッチで絶対に負けられない戦いで 試合に臨んで1対0でで対の勝利でしいわき戦は前々節でいわきが首位の町田に勝っていて、まあ、清水も苦しめられるんじゃないかなと試合に臨んだら7対1での勝利となりましたそして今節の大宮戦ですね残留に跡がなくて死に物狂いで来てかなり苦しめられるだろうと思っていて、まあ、蓋を開けてみたら4対0での勝利となりましたそんな形でですねまあ対戦前から厳しく 難ししいいいってててうことを予想していて皆がですねあのチームもそしてサポーターも危機感不安を抱えていた方が結果が良かったよなっていうのですねそんな結果でしたよね、まあ、今節まで。で翻ってですね藤枝戦と熊本戦土がついた時負けてしまった時は藤枝戦が特に思ってしまったんですが清水サポーター たに楽勝ムードが漂っていたようなんそんな個人的な肌感覚というか、まあ、空気感を感じてしまいましたね、まあ、負けることないだろうとか、ね、楽勝だろうとか2対0とかぐらいで勝てるだろうと思っていた結果、まあ、スタジアムジャックもした結果だったんですけど2対0で <laughs> かえって負けてしまったというそんな試合となってしまいましたね。 で熊本戦なんですが熊本戦の時にまだ J2 リーグの優勝の望みがあったことがかえって何になってしまったのかなとです、ね、そんなことを思ってしまいました結果的に何が言いたいかというと多くの方チームサポーターが危機感不安をです、ね、抱えながらも多くの方が共有しながらもエスパルスのショー・ディオーネが一心じている状態で水戸戦に臨めば。 岩田岩木大宮戦のような勝利をもぎ取ることが勝ち取ることができるのではないのかと思いこんなことを語ってみましたなもんですが最終節現地感染行く方ダゾーンで感染する方前向きかつネガティブで試合に臨んでみましょうという提案をしてみましたはい、えー、まあサッカーのことあまり詳しくわかってないおじさんがまあオカルト的なことを語ってみましたが まあ賛同を得られるか分かりませんけどもし何だしたらちょっと参考にしてみてください。はいというわけで今回はこんな内容で動画を送りさせていただきましたが最後までご視聴いただいた方々ありがとうございました。